さっき検診行ってきた。少し体は小さめだけど、お腹の中で元気に動き回ってたよ。はあ。私たちの子供なのに、あなたはずっと興味を示さないよね。そもそも俺は子供が嫌いって言ったじゃん。だから子供はどうするか話し合いをしてから妊活を始めたんじゃない。お前が一方的に話し進めただけだろ。ちゃんとあなたの意見も聞きました。子供が欲しくないなら諦めるとも言ったのに、一人くらいはいいかって言ってくれたでしょ。世間体もあるからそう言っただけだ。別に深い意味はない。何それ。もういいか、仕事で忙しいんだけど。来月出産予定なんだけど、立ち会いに来てくれるの。事前に病院に伝えないといけないから確認したくて。げ、俺いなきゃダメ。一人だと心細いからできれば来てほしい。じゃあ母さんに頼んどくわ。え、お母さんに。これなら心細くないだろ。しかも母さんは出産経験者、いろいろと手慣れてるはずだから俺より安心じゃん。そういう問題じゃなくて。俺がここまで言ってやってんのに、お前まだ文句言うつもりなの。親になろうとしているのは私だけって感じがしてちょっと寂しい。めんどくせえこと言うな。最近家にも帰ってこないし、お腹の子のことも気にする様子もなくて、いろいろ不安になるのよ。夜遅くまで働いて家族のために金を稼ぐ俺が悪いって言いたいのか。そういうことじゃなくて。お前はいいよな。家でゴロゴロしながら趣味に没頭できてさ。あれは趣味じゃなくて仕事。洋服を作ってネットで販売してるって説明したでしょ。俺より稼ぎが少ないくせに働いてる面すんな。そんな言い方しないでよ。俺のおかげで一軒家に住めていい暮らしだってできてるっていうのに、仕事中に夫へ文句ラインを送りつけるなんて嫁失格。今度からこんなくだらないラインを送ってきたら無視するから。文句とかじゃなくて気持ちが落ち着かないの。それはあれだ、マンタブルーってやつだろ。何それ。妊娠中は気持ちが不安定になるって会社の同僚が言ってたわ。それマタニティブルーじゃない。ああ、そうとも言う。そうとしか言わないわよ。とにかく妊婦特有のことなんだから、俺に当たり散らさずに出産まで少しは我慢しろ。自分のことくらい自分で何とかできないやつが子育てできるのかよ。別に当たり散らしてるつもりもないんだけど。それじゃあそろそろ外回りに行かないといけないから、もう連絡してくるなよ。じゃあな。私の名前はリホ、30歳で現在妊娠中です。2歳年上の夫シュンとは以前職場が同じで、優しくて明るい性格に惹かれお付き合いをすることに。結婚と同時に専業主婦になってほしいと夫から頼まれ仕事を退職。しかし私が専業になった途端、夫の態度は急変。稼いでいる俺の方が上と言わんばかりに威張り散らすようになったのです。そして現在臨月を迎えた私に対しても相変わらずの態度。こんな環境で安心して子育てはできるのか。不安に押しつぶされそうな私の気持ちなどをガン無視で、夫はこんなことまで言い出したのです。数日後、急遽入院することになったんだけど、今から病院に来れる？仕事中だから無理。どうにか抜けられない？結構やばい状態なの。今母さんに LINE 送った、すぐに行くってさ。え？今仕事で関西にいるんだよ。だからそっちで何とかしといて。心配じゃないの？お前いくつだよ。かまってちゃんアピールをして許されるのは10代までだろ。普通は予定日よりも早く入院なんて聞いたらお腹の子が心配になると思うんだけど。だから俺は子供が嫌いなんだって。何回も言わせんな。ひどい。ああ、1週間は帰らないから、身の回りのことは全部母さんにやってもらえよ。俺からもお願いしとくから。お母さんは何も言ってないの？入院した奥さんを放置するなんて普通は変だと思うけど。俺、親や親戚の前ではいい顔してるからな。ほらこれ、母さんとのやりとり。いい夫感出てるだろ。全然キャラが違うじゃない。嫁のことが心配だけどとか、俺もすぐに駆けつけたいよなんてうまい具合に言っとけば、母親を騙すくらい余裕余裕。
心配なんてしてないくせに。まあ長年の信頼関係もあるわけだし、母さんは俺の言葉を信じるんだよ。外面だけはいいのね。それに騙されて結婚した私がバカだったわ。そんなに俺が嫌なら離婚するか。え？てか前々から考えてたんだよね。俺の稼ぎで生活してるっていうのに、感謝も尊敬もしてない感じがずっとストレスだったんだよ。なんで今？ぶっちゃけ妊娠してからお前も俺に冷たかったじゃん。だからもう離婚しようぜ。タイミングってもの考えられないの？このタイミングだからだよ。流産したなら養育費も払わずに済むし。え？離婚届も前から準備してたんだ。俺の書斎の引き出しに入ってるから、退院したら記入して提出しておいてくれよ。それじゃあな。ちょっと待って、話はまだ終わってないわよ。一週間後、さっき退院して家に帰り着いたよ。あっそ、じゃあ離婚届提出よろ。今あなたの書斎で離婚届を見つけたわ。本当に用意してたのね。当たり前だろ。これでめんどくさいお前とおさらばできてすっきりするわ。あなたと結婚したことすごく後悔してる。俺もだよ。てかお前は哀れな結末だったな。は？階段から落ちて流産とかダサすぎんだろ。まあこれで養育費払わずに済むからいいけど。私階段から落ちたなんて一言も言ってないけど。ああお前からじゃなくて母さんから聞いたんだよ。入院中母さんに説明くらいはしただろ。落ちてない。あ？私階段から落ちてなんかないよ。じゃあなんで入院なんかしたんだよ。入院してたのは切迫早産だったから。え？それで帝王切開が決まって緊急出産することになったのよ。赤ちゃんも小さくて産後はどうなるかわからなかったから、病院に来れないかあなたに連絡したんだけど。じゃあ子供は？なんとか無事だった。ただ早産だったから赤ちゃんだけは今も NICU に入院してるけどね。どういうことだ？あ、なんだよ。今2階に上がろうとしたんだけど、知らない女がうちの階段の下で死んでる。え？20代くらいの女性で、髪の毛は茶髪ロング、丁寧にコテで巻いてるわね。色白で目は大きくてお嬢様って雰囲気の子。この人知ってる？マナは俺と一緒に1週間旅行に行ってたんだ。家にいるなんておかしい。そいつ誰だよ。はい、ゲロッタ。ええ、本当に人が倒れてるならこんな悠長に LINE なんて送るわけないでしょ。で、マナって誰？旅行ってどういうこと？あ、違うんだ。マナっていうのは変換ミスで出てきちゃって。ちょっとかまかけてみただけなのに、まさか浮気相手の名前を白状するとは思ってなかったわ。いや、だから違うんだって。あとあんたが壊したマネキン弁償してよ。何の話？マネキンを私だと勘違いして階段から突き落としてたじゃない。ほんとひどいことしてくれるわね。なんだ。焦ってる。階段から落ちて微動だにしないマネキンを横目に、冷静に旅行の荷造りをして出て行ったくらいの人なんだから、これくらいで取り乱さないの。いろいろわけわかんねえことを言われて混乱してるんだ。2階の階段横の部屋が私の作業場だったでしょ。あの日ちょっと部屋を片付けたくてマネキンだけ廊下に出してたの。そんなもの持ってたのかよ。マタニティウェア用のマネキンでお腹もふっくらしてるからね。リアルな作りで関節もあったから、落ちた後の体勢も人っぽく見えて気づかなかったって感じかな。マジかよ。妊婦さん向けの洋服を作るためにこの前買ったばかりなのに。10万もしたんだからね、ちゃんと弁償しなさいよ。俺が落とした証拠あんのか？まだ逃げるつもり？証拠出せ証拠。突き落とす瞬間を動画撮影しました。これでリホともおさらばだーなんて捨て台詞まで吐いて、それもバッチリ録音できてるよ。隠し撮りしてたのかよ。物音がするなーと思って扉からこっそり廊下を覗いたら、なぜか仕事に行ったはずのあなたが見えたのよ。それで不審に思ってこっそりスマホで撮らせてもらったの。
家に入るのはバレずに行けたのに。昼間は作業部屋にこもってるからバレないと思ったんだろうけど、あんな大胆なことされたらね。で、なんで私を突き落とそうと思ったの？妊娠したから俺に冷たいし、それが嫌だったんだ。だから離婚したいなって思ってたんだけど、今別れたら養育費を払わないといけなくなるから、それが嫌で。本当に私が落ちてたら、子供だけじゃなく私だってどうなっていたか。父親としてどころか人として終わってるわ。俺ばっかり責めるなよ。こっちだってストレスでしんどかったんだし。だからって嫁を突き落としてそのまま浮気旅行に出かけるのはどうかと思うけど。浮気はしてない。さっき自分で言ってたじゃん。マナってこと一週間旅行に行ってたって。あれはマナは俺の後輩で一緒に関西出張に行ってたんだ。出張と旅行を間違えたと。さっきは名前を変換ミスしたって弁明してたくせに、今度は会社の後輩ね。言い訳が2点3点してますが。気が動転してるんだよ。会社の後輩ってのが事実。言っとくけど浮気の証拠を私は持ってるのよ。マナってこの名前も容姿も全部知ってるわ。さっき私が釜かけた時に言ったのがマナさんの見た目で間違いないわよね。それもどうせ適当言ってるだけだろ。もう騙されねえからな。私が妊娠してから帰りも遅くなったり、休日も頻繁に出かけてたから怪しいなと思って更新所使って身辺調査をしてたの。はったりはやめろ。ならホテルに入っていく姿を収めた写真を送ってあげようか。え、ガチで調べたの？マッチングアプリに独身を偽り登録してたのよね。そこで出会った社長令嬢のマナさんって人と交際してた。違う？それは、しかも相手のご両親に挨拶まで済ませちゃって、逆玉の腰狙いでこんなことしたんだろうけど、全部バレちゃったらこの計画も白紙だね。なんでそこまで調べてんだよ。何十万もかけて調べたんだもん。くだらないことに金かけて俺の稼ぎを何だと思ってる。ちゃんと自分の稼ぎで支払いました。嘘つけ。あんな趣味程度の仕事で何十万も払えるかよ。私月収60万だよ。あ、60万って入力ミス。本当だよ。嘘だろ。さすがにこの状況で嘘はつかないって。俺の月収の2倍じゃん。そりゃこれくらいないと3000万の家のローンも組めるわけないじゃん。ローンは俺名義だろ。あんたは審査に落ちたでしょ。それで私の名義でようやく審査が通ったから支払いは私がしてたんだけど。そんな話知らないぞ。話したわよ。まあずっとスマホいじって話半分って感じではあったから、完全に聞き逃してたんだろうね。じゃあ家はお前のもんなのか。うん。だから離婚したら家から出て行ってちょうだいね。この状況で家なしはまずいって。離婚したら慰謝料はしっかり請求するから。それと相手の子にも連絡するわね。だが彼女には連絡しないでくれ。あんたに拒否権はない。そんな。あんたの行動すべてがクソすぎるわ。あ、でもお母さんを呼んでくれたことは感謝してる。そりゃ母さんは出産には慣れてるから色々と役に立ったろ。それだけじゃないわ。私がかき集めた浮気の証拠と傷害未遂行為の動画を直接見せることができたからよ。全部見せたのか。なんなら今からあんたの親戚全員に証拠を見せる予定。全員に？お母さんがうちに呼んでくれたの。もうすぐ着く頃かな。味方になってくれてよかった。今まですみませんでした。反省しています。今更感がすごいわね。これからはいい父親になれるように頑張るからさ。だから離婚は取り消してくれ。離婚はします。子供を一人で育てられるだけの財力は私にはあるし、あんたがいなくても問題ないわ。これから俺はどうしたら。マナにも振られるだろうし。振られるだけならまだいいけど、結婚前提に付き合ってたなら普通に訴えられるんじゃない。騙すつもりはなかった。ちょっと言い出すタイミングを逃しただけで。多分損害賠償請求もされるだろうし、そこら辺も覚悟しといた方がいいよ。俺の人生地獄だ。自業自得よ。お母さんや親戚の人たちを交えて話したいから、早く帰ってきてくれる？
逃げたらもっと地獄を見せるわよ。わかりました。帰ります。後日談。その後私は親戚に見守られながら無事離婚することに成功。さらにお母さんが弁護士まで呼んでくれ、慰謝料200万と養育費800万をその場で請求しました。貯金もない旦那は親や親戚に借金をする形で一括で支払う約束も半ば強引にさせたので一安心。さらに浮気相手だった女の子からも損害賠償請求まで食らい、柊は結果一文なしとなる羽目に。職場でも今回の離婚騒動は噂になったようで、肩身の狭い思いに耐えきれず自主退職したのだそうです。現在は実家で両親の監視下の中、アルバイトを掛け持ちしながら借金返済に追われているとお母さんから聞きました。一方私は子供と二人で平和に暮らしています。これからはあんなクソ夫のことをきれいに忘れて幸せに親子で過ごしたいと思います。